Let's go. ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんにちは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストを迎えてテレビでぶっちゃけた話はもちろん、テレビでは放送されなかった話をぶっちゃけていただきます。本日のゲストは先週に引き続き落語家の柳家花緑さんです。どうも、先週に続きよろしくお願いします。お願いします。それでは人間国宝5代目柳家小さん師匠の孫にして、今や人気実力ともに当代きっての落語家のお一人でいらっしゃる柳家花緑さんとぶっちゃけ。それでは早速参りましょう。落語家柳家花緑さんのぶっちゃけ。落語家は他の名人の演目を見るとき、客席で見ることはできません。ダメなんですか？ダメなんですね。ただね、理由を探ってみると、寄席の場合の客席って割とね明るいんですよ、お客様の顔を見てやるっていう時にプロがいたらやりづらいじゃないですか。まあそうですけど、はい、だから袖から見るっていうのは基本なんです。楽屋から。なるほど、はい、そこで見たいやつは勉強しなさいと。あ、袖からはいいんですね。いいんです。ただ例外はありますよ。例えば、まあ、年数があまり変わらない同士、僕は立川談春っていう兄弟子のリサイタルホールって3000人近い会場で大阪でやった会があって、それどうしても見たくって東京から行ったんですけど、袖から見るつもりでいたら、お前ほらチケットっつって、いいんですか兄さんって、大丈夫でいいよっつって、その時兄さんは客席も真っ暗にしていたのもあったんですけれども、だからそういうそのお互いによしってなる場合は例外はありますけれども、基本はなしなんですよ。だから初めてお稽古の時に対面して見られるわけですね。そう、先週言ったようにそうなんですよ。前でこう師匠の芸を見るっていうのはお稽古の時大事なんですよ。横から見るのと正面から見るのとは全く違うものですか？やっぱり違いますね。こう前の方がこう前に向かってやってる芸なので、当然、横からだとやっぱり表情とかもやっぱりこう半分からね3分の1しかわからない場合とかあったり、そうですよ、あと手元のね仕草ってこうやってるものがね、お酒飲む仕草があったりとかわからなかったり、なるほど。なんかこうでも落語家さんになるにあたって必要なことって何なんだろうって思うと思うんですけど、何が必要ですか？いや、何が必要ってね、まあ最初は結局好きなことなんですけど、好きであるということが一番なる理由ですよ、もちろんね。落語が好き、好きでなきゃダメですよ。向いていても嫌いな人はやっぱやめた方がいいですよね。好きであるのがそこにいる理由っていうのは僕は思うんですよ、いつになってもね、入りたての頃から何十年やってようと、好きであるっていうことはいる最大の理由なんだけれども、でもやっぱり向いてる向いてないっていう資質的なことになってくると、やっぱりね人間性なんですね。人間性ですか？はい。滑舌の良さよりも人間性。でもね、いいことしちゃいますね。アナウンサーですから、そういうとここだわると思います。滑舌がいいのも大事です。でも優先順位って考えると人間性なんです。それは祖父がね、芸は人なりっていう言葉を残してるんですけれども、やっぱり物語を喋るっていう落語があった時に、まず枕といったそのフリートークの部分があると。でそれは全部自分の自己責任で、自分がプレイヤーであり演出家なわけですね。そうするとやっぱりね、本当にその人自身がね出るんですよ。聞いてて見てて分かるんですよ。だから例えばちょっとブラックっぽいこと言うじゃないですか、ブラックユーモア、本当に性格の悪い子はね嫌味に聞こえるんですよ。しょうがないこれは。でちょっとブラックなこと言っても、その子の人間性かな、やっぱりいいと笑えるんですよ、やっぱり。同じこと言っても同じこと言っても。だからどういうことになるかっていうと、ずっと20年も10年も20年も30年もやってって実力がついてくるじゃないですか、演じ分けもできるようになった、落語ルールも知った、いろんなことを分かるようになって、自分がこういう落語をやりたいっていうものも自己実現できるようになった時に、性格が悪いと悪いものも全部技術として出てきちゃうんですよ。で誰も止められないでしょ、そうなると。もう後輩も、でそれ以上先輩もいなくなって上になっちゃうと、もう手がつけられないですよ。そんな性格の悪い人が先輩になっちゃうと、後輩も困りますよ、そんな人からここと言われても。だから人間性っていうのは、うちの祖父もお弟子さんによく言ってたみたいです。芸を磨くまでまず人間を磨けって。どれほどその人が大事かっていう素材が、でも祖父自身も言ってました、どんなにいい玉でも磨かなければただの石だと、
だから逆に素材のいい人間だって磨かなければどうにもならないんだと、それはねよく言ってました。まあじゃあ落語が好きっていうことと人間性がいいっていうこと、はまず大事です。もちろんさっきおっしゃるように滑舌とか舌もっと必要なものがいっぱいあるんです。今のは何をって一つとか二つって言われた時の優先順位であって、落語はねあれもこれもあれもこれもできなきゃいけない、たくさんあるんですよ。そういう意味でね、一人でやるから、演技力演出力がなきゃいけないし、空気を読むっていうコミュニケーション能力もなきゃいけないし、だからもしかしたら人に言わせれば勉強もできなきゃいけないという話かもいるかもしれない、そこからまた有名になるのは本当に一握りですもんね、はい、いや厳しい世界ですね。そうですね、ありがとうございます。さてここでそんなカロクさんの独演会のお知らせがあるんですよね。はい、はい、私のですねカロク好みという独演会、一人でやります。9月の6日これは金曜日午後7時から、そして次の日9月の7日土曜日は午後1時から、場所は東京千代田区のイーノホールで行います。はい、チケットは各プレイガイドで好評発売中です。はい、カロクさん2週にわたりありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日のゲストは落語家の柳家カロクさんでした。エンディングの時間となりました。ここでジョブチューン情報です。今夜7時から TBS テレビでジョブチューン超豪華アスリート祭り2時間スペシャルが放送されます。横綱白鵬はモンゴルから日本に来た目的は力士になるためではなかったと衝撃のエピソードをぶっちゃけます。さらにプロサッカー選手トゥーリオさんは日本代表の裏事情をぶっちゃけます。他にも世界陸上1万メートル5位入賞の新谷仁美さんや先日チャンピオンになった亀田智樹さん、著書騎手の一文がベストセラーの藤田真嗣さんなど超一流のプロフェッショナルが職業の秘密をぶっちゃけます。そしてラジオジョブチューン R 来週のゲストはラグビー元日本代表の大畑大輔さんです。どうぞお楽しみに。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ